血のりのラジオ深夜便、この世のどこかにあるという怖い本を扱うお店から毎回素敵な恐怖情報をお届けしています。怖いものが好きな人も、これから知ってみたいと思う人も、様々な本や映像作品の話をしていきますので、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。こんばんは、血のりです。こんばんは、店長です。こんばんは。前回ほんのろマラソンでほんのろ5をやって、で次はスペシャルって言ってたんですけど、うん、なんかそもそもスペシャルって何って話じゃない？なんか6じゃなくてっていう、うんうん、そうですね。私もなんかすごく詳しいわけじゃないから、うん、ちょっと分かりにくいなっていうのはあります。そうだからね、なんか一応説明入れとこうかなと思って、でしかも次のスペシャルから結構ほんのろマラソン、ほんのろマラソンっていうかちょっとややこしくなってくるので、流れがね、うん、ややこしコーナーに差し掛かっていく。そうそう、そのあたりの説明をちょっと一旦挟んどいた方がいいかなと思うので、はい、まあ今回は一息入れる回にしたいかと。はい、うん、まあなんか一息入れてばっかりだけどすいません、給水スポット多め。そうそうそう、多め。でも言ってももうね、20回だよ。20回。そうですね、うん、20回か。なんか、ね、忙しさにかまけがちじゃない、ね、はい、うん、私たちが頓挫させた企画の数すごい、墓場一個出来上がってるから、青山霊園ぐらい、はい、できてるから、ね、やるやる詐欺みたいなやつやるやるって言ったまま終わってる企画そう、だからそういうのを考えると、うんうん、まあ、20回はまあよう続けたなっていうそうですね、おい押せよっていうチョップを食らってもしょうがないんですけど、私たちからするとめっちゃ頑張ってるし、うんうん、ダメかもなみたいな、うん、予感はなく、なんかここからも続けられそうかなっていうのは、うんうん、おおすごい、なんか初めての感覚かもしれない、うんうん、おおすごいですよ。まあ言ってもね、まだ20回駆け出しも駆け出しなの で、ね、こんなこと言うのも早いかもしれないんですけど、はい、でもね、なんか早いぞ、あの、はい、まああんまりね、やるにあたって再生回数とかね、チャンネル登録者数みたいな、うんうん、フォロワー数みたいな、あんまり気にせずやっていくつもりで、まあそもそもそんなに気にしてたらね、こんなマニアックなことしてないんだけど。そうですね、弱小ですから、うん、もう始めるときは3人の方とかくらい、自分と、店長ともう一人の方が聞いてくれたらいいなって思ってたんですけど、うん、ほんまにほんまに、いやほんまに、一応ね店長本業は一応ウェブ業界の人間なので、はいはい、一応まあ現実的な見立てはできるんだけど、うんうん、まあ正味1年ぐらい経っても10人20人ぐらいのそうですよね、閉じた世界の中でやっていくんだろうなってなんか思ってたら、なんか意外なほどすごい聞いてくれる人がいて、うん、うん、そしてなんかすごい、ありがとうございます、あのちゃんと励みになるんだなっていう。そうですね、いただくコメントとかもだし、やっぱり数字の一人一つ一つ一回一回に、やっぱ自分も YouTube とかラジオとか好きだからこそ、なんかいろんなことをその背景の位置にあるさ、いろんなものを想像すると本当にありがたいですよ。いや本当に、うん、なんか実感できた。はい、うん、ですです、ありがたいです。あとね、やっぱりほんのろのを愛してくれる人、愛してくれるじゃないね、私たちのもんじゃないから、愛している方同士の皆さん、先輩の皆さんの愛情をすごい実感した。やっぱりほんのろコンテンツへの再生回数も多いし、いただくコメントとかの、あの愛情も本当に素敵で、なんかそれが自分を一ファンとして嬉しかったですし、うんうん、好きな人多いよね、なんか見合ったコメントせなと思いながらもできないという自分の、うん、あの、うん、ふつつかさに反省しつつ
なんですけど。いや本当熱い人が多い。まあ今ちょうどね、今どんな感じ？YouTube と Spotify で合わせてフォローしてくれる人が、まあ、100人ぐらい、大体。はい。うん。だからまあ、100人同行の師がそれだけいるって思うと、めっちゃ心強いよね。そうですね。うん、でまた皆さんのなんかいろんな話も本当に、聞きたくなったっていうか、うん、あだからそれあるコンテンツを本当にしたいろんなものがあるじゃないですか。うん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 、本当に今までね、うん、あのリスナーの方のコメントも含め自分はすごいパーソナルな楽しみ方しかしてなかったんでそんな機会にもなり、でもなんかいろいろ本当にあれじゃない、なんかイベントの出展、まあ最近減ってしまったけど、うん、千鳥文庫でイベントとか出店してても、うん、なんか本当に来てくれるお客さんって、うん、本当に怖い本とかが好きで詳しい人が多くて、うん、なんか教えられるようなことばっかりだよね。そうですよね、うん、なんかそれをお客様というよりは、そう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 、それをこのラジオにも感じてて、なんかすごい詳しい人もいっぱいいて心強いなっていうのがあるな、うんうん、そうそう、去年もね、あったわ。夏に下北沢で、あの、ボーナストラックってあるやん。うん、で、そこで出店させてもらった時も、あったな、うんうんうん。なんかすごい詳しいお客さんがいて、うんうん、で、なんかその、最近どんな本読んでますって話になって、で、あの、小田正邦。うんうん、小田正邦さんの、災いっていう、ホラー小説があって、うん、それが去年すごい話題になったんだけど、うんうんうん、でそれがすごいやっぱいいっていう話になって、うん、僕はそれ一応買ってたんだけど、なんとなく手元に置いてて積んどく状態にしてて、でまあいつか読もうかなっていうぐらいで置いてたんだけど、なんかそのお客さんが、うん、あめっちゃいいですよみたいな、絶対読んだ方がいいですよって教えてくれて、で読んだらもうめっちゃ良かったみたいな、もう2023トップクラスに良かったみたいな。やっぱりそういう生の声からね、うん、いただく情報が一番めっちゃある宝物ですね、うん、本当によく出てたお化け演じとかもそうじゃない、深川怪談の、うん、そうですね、めちゃめちゃ、うん、あの、うんうんうん、お世話になった深川怪談というイベントのお化け日に出展をさせていただいたんですけどね、うん、何年か最近出れてないんだけどね、最近出れてないけど、そこでもやっぱすごい詳しいお客さんいっぱい来て、すごい豊かな話ができるのがいいよな、うん、そうですね、私もなんか東京とか鎌倉でいろんなイベントに出展させていただいてると、うんうん、教えていただく情報がすごい多くって、めっちゃその iPhone にメモとかしてるんだけどさ、うんうん、京都の心のホテルの何号室がバケホテルだよとか、うん、あそういうこと、あ作品そうおすすめ作品とかじゃなくて、あとここら辺に立ってると、うん、UFO が来るとかそうでもね、実際にね調べたらね、あの本当に1年前にちょうど閉館しちゃってたりとか、ホテルが、あそっち系の耳寄り情報もまあもらえるよね、もらえる。もらえるし、もちろん本もだし、なんか例えば鎌倉のイベントかなに出た時に、うん、中国の怪談を研究してらっしゃる、本当に大学の先生の方がいらっしゃって、うんうん、で、その中国の怪談の構築の仕方とか、ベースにある宗教とか考え方ってこういうものがあるよとか、うんうん、そういうお話が聞きたいとか、そうなんですよ。その方におすすめしていただいたのが、うん、特に中国の怪談じゃないんだけど、うんうん、私はもう死んでいるっていう本でさ、うんうん、それもすごい面白かった。それは、生きてるのに自分が死んでるという感覚を持ってしまう病みたいのがあるらしくて。病気？そうみたい。それすごい面白い、真面目な本なんだけど。へえ、気になる。ね、そうなんですよ。あ、まあそういうなんかイベントで知った本みたいなのもいつか
私シリーズできるというかも、私すごいメモってるからですです。それを皆さんにシェアできると嬉しいかも。私の iPhone のメモにしかないから。めっちゃいい。なんかなあのおすすめラジオでもさ、おすすめ本とかお便り欲しいなって思ってて、うんうん、でもなんかそのまだお便り募集するのとかおこがましいって思ってるから。そうですね、うん、こんなまあもうちょっと頑張ろうこんなうちらみたいなもんが、はい、みたいな思ってるので、まあなんかそう、そうね、なんか目標を決めてフォロワーさんの数が何人いったらお便り募集し始めるとかでもいいかもね。おこがましくないラジオ。ユーチューバーっぽいね。おこがましくないラジオ。なんか自由でいいんじゃない、うん、あんまりフォロワーの方とか増えなくても増えても嬉しいか、ね、まあ、コメントをいただけたらね。はい。うん、うん、はい。それでも十分ありがたいんだけど。はい。うん、まあそういう。なんでこれからも頑張って続けていく所存ですっていうことをまずは。20回のこの節目にみたいな。そうですね、うん、でそのさっきの店長のデータ、まあこれからほんのろマラソンも頑張って加速していこうとしてるわけですけど、加速できる、加速する気持ちは持とうよやっぱり。そこそ誠意じゃん。 そんな感じだけど、でもその初っ端からそのスペシャルとかが入るから、そこを自分たちも整理していく上でちょっと店長から、そう、ちょっとこれちょっとややこしくて、ほんのろがこれから、うん、ほんのろマラソンが、うんうん、それをちゃんと説明しないといけなくて、次スペシャル、ね、スペシャルっていうのは、うん、本当にあった呪いのビデオスペシャルっていうのがあって、番外編的な形で、でスペシャルっていうのが全部で5作あって、でそれ以外にもバージョン X とか、うんうん、ザ・ムービーが2本あったり、白石監督のね、うん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 、だからこれから、まあ、6、7、8、9、10とかナンバリングも、まあ、もちろんあるんだけど、その合間にスペシャルとかバージョン X とかってのがちょいちょい入ってくるのよ、うんうんうん、それがややこしい、数字の順番通りにいかない、うんうんうん、だからだいぶ気流が乱れていきます、しばらくは。うん、なるほど、うん、っていうのを一応ちょっとお伝えしておこうかと。うんうんうん、で完全に抜け切るのがね、ザ・ムービー2も終わって、スペシャルも5で終わって、だいたい13、14、15あたりから、うんうん、坂本和之さん時代が終わって15が終わり、福田陽平さん時代に入る16ぐらいからまっすぐの道になる。あ、じゃあシリーズものに戻っていく感じ、うん、枝番シリーズというか番外編みたいなのがなくなって、そうそう、ひたすら16、17、18って数字を重ねていけばいい時代に入っていく。だから早くそこに行きたい。そうですね。いや、乱気流、気流、うん、ゾーンがあって、まあ、ちょっといろんな小道をくねくねと行きながら、もう一回大通りに出ていくという。そう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 。凪の状態になりたい。特にね、その気流が乱れた時期はね、本当に名作も多いし、うんうん、もう大好きな白石浩二作品もあるし、うん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 、ちょっと大変、大変そう。ああ、嬉しい悲鳴系か。ちゃんと伝えたいでしょ。そういえば私番号順しかあんま見てないから、私初見かもしれないものもあるよね。いやそんなことないよ、そんなことない、そんなことない、うん、ちゃんと見ていた。私は絶対見てる。だって失踪とかあるじゃない、失踪は、あれ勘違いかな、失踪はね、失踪、失踪、スペシャル5だ、スペシャル5やわ、スペシャル5は井戸もあるわ。だから結構見てる、見てる、見てる、じゃあスペシャル5結構、あ、しかもスペシャルがついてても、うん、やっぱ正統派番号ゾーンと同じような、そう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 、何がスペシャルだったんだろう、これ構成的には。なんでスペシャルに分けたんだろうね。ねえ、ちょっとそれも探っていきたいね。うんうんうん、まあ次のスペシャルの1は明らかにスペシャルだけどね。まあそれは次回説明。いや、でも見てる見てる。千鳥さん見てる。
絶対。そっかそっか、見てるね、うん、見てます、うんうん、完全に見てました、うん、という状態なんですよ。だから、うんね、じゃあ次のホンノラマラソンはひとまずスペシャルをやります、うん、だしこの乱気流ゾーンをいつ抜けれるかっていう話で、うんうん、まあ今年中無理かな、今のペースだとしばらく続くな。結構いっぱいあるか。乱気流ゾーン合計何本あるんだ。え、めっちゃあるよ。だってスペシャルで、スペシャルだけでも5本バージョン X4 本ね、うんうん、でザ・ムービー2本、そでリング編ってやつがある、で樹海スペシャルも入ってくる可能性がある、でさらに そ, うなったら その合間にナンバリングも普通にあるし、はいはい、うん、だ今のペースだと年内は厳しいか、厳しいか、うん、そこで突然の追い上げを見せるかも、追い上げたい、うん、追い上げていきたい。いや、僕はね、早う現行のホンノロに追いつきたい、早く。そうだね、うんうん、今だって着々とさ、うん、発表され続けていきますからね、うんまあ、とはいえホンノロマラソンだけやるのもちょっと違うかなと思っていて、うんうんうん、本の紹介とかもしっかりしていきつつ、そうですね、うん、まあもともと本屋さんなので、うん、そう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 。はいはい、なのでというでもあれだ、その本屋さんのなのでの部分で今日は店長からちょっと一つおすすめの本を、うん、あそうそう、時間余ったら紹介しようかなと思ってて、もういいですか、うんうん、いいです、はい、じゃあそうね、あんま下準備してきてないけど超適当紹介になるかもいいですよ、軽くいこう。つい最近出たばっかりの漫画で、うん、僕らの夏が避けていくっていう、うんうんうん、これのね、あのこれどこで連載してるんだ、ヤングアニマル、うんうん、ヤングアニマルで連載してるなんかホラー漫画が、うんうん、一巻が出たので、ついに作者が、うん、原作が宮月新太さんで、うんうん、作画が佐藤健太郎の2人体制で、うんうんうん、あこの2人かと思って、うん、あってなった。もともと前作で知ってた、知ってた、宮月新太さんはあの白石浩二監督が映画化した不能犯の原作者、ま、漫画の原作をする人ね、宮月新太さんはね、作画の人と一緒に組んでやってることがほとんど。あとね、虐殺ハッピーエンドも最近まあまあ知られてるかな、割となんか人コア系のそういう怖い話っていうかサスペンスとかスリラー系の漫画が、漫画を得意とする人かな。なるほど、うん、そっかそっか、不能犯ももともと原作漫画だったんだよね。そうそう、ヤンジャンでねやってたやつ、その宮月新太さんの原作を、絵にしてるのが佐藤健太郎さんで、うんうん、これはね、うんうん、あの「不死と罰」が今有名かも、うんうんうん、「不死と罰」っていうゾンビ漫画、ジノリさん知ってる「不死と罰」。なんか読んだことはないけど、うん、表紙は知ってます。まだ連載、まだ連載中。あ、だからこれ2つ掛け持ちで連載してんのか、すごいな。すごいね、うん、不死と罰のさ表紙結構衝撃っていうか目立つよね。不死と罰ね、なんかかっこいい表紙だよね、うん、ね、佐藤健太郎さんはね、多分あれで知ったかも、魔法少女オブジエンド。へえ。魔法少女オブジエンドはめっちゃグロい、なんかスプラッター漫画みたいな感じ。あれもなんかゾンビっぽい要素あったな、うろ覚えだけど。じゃあ結構この二人が組んでるってビッグネーム同士みたいなとこある。そうそう、そうかも、うわってなるかも。で読んでみたらすごい面白くて、うんうんうん、僕らの夏が避けていく、僕らの夏が避けていく表紙、一巻の表紙がマスクつけた女の人が
バーンって映ってて、うん、でこのタイトルだからもう、うんうん、すぐわかると思うんだけど。うん、え、なになに、え、そう、わかんない、めっちゃわかるくないこれ。嘘、私そういうの遠いんだよな。いやいや、え、マスク、え、口裂け女でしょう。おやった、ちょっと 0.1 秒早く喋れたぞ、うん、口裂け女だ正解言えたぞ、ギリ滑り込みいけた、ね、ギリ滑り込み、あ、じゃあこれ、うん、口裂け女モチーフなんだけど、多分、あ、ちのりさん村の飲酒ものすごい好きでしょう。好き好き、それ系。おお、あの、どういう話かっていうと、先月島っていう離島が舞台で、はいはいはい、先月島の線は繊維の線って書くんだけど、で主人公が樹くんっていう高校生、うんうんうん、で樹くんは島から出て外で高校生活を送ってたんだけど、うん、その高校を途中で退学して島内の高校に転学してきたのね。要は地元に帰ってくる感じ、うんうん、なるほど。でなぜかっていうと、なんか訳ありなのか、うん、そうそう、訳ありで、訳ありというか、まあ、理由は明確にあって、あの、うん、双子の妹さんが島に住んでて、はい、でその子がなんか事故にあって失明しちゃったから、その妹をお世話するために島内の高校に戻ってきたっていうとこが最初で、なんかその島はね、なんかおかしくて、なんかコロナの感染対策をもうゴリゴリにやってる、うんうんうん、島内でマスクつけてなかったらむっちゃ怒られるみたいな、村のおっちゃんに。へえ、うん、あ、確かに、なんか今 Kindle で1ページ目見ると、1ページ目からこのコロナ感染症対策のためマスクをお願いしますっていう看板から始まるんだね。でもこの、ね、世界、いや、まあ今と同じで、まあ別に気にする人はつければいいし、気にしない人はつけなくてもいいみたいな、うんうん、そういう感じなのに、この島だけやたらまだあの頃のコロナ禍ピーク時くらいの感じでやってるみたいな。怖い村社会ホラーの設定もある、うん、で学校行くとなんか異常でなんかみんなが、うん、ね、給食の時間とかになんか服を頭にかぶって、うん、布みたいなのを頭にかぶって、うん、なんか飛沫が飛ばないように食事してるっていう、すごい異常な光景。なんかセルフカプセルみたいな状態にするんだ、なんか服で。そう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 、いつきくんはなんなんこれみたいになるよね、うん、そっか、いつきくん当該から来てるから、そう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 、別にマスクそこまでじゃなくねっていう感覚の持ち主。そうそう、うん、あの、ある日唐突なんだけど、うん、あの、口裂け女に遭遇してしまうのよ唐突いやでもこれ漫画ちょっとめくってるとさ、うん、すごいシリアスじゃん。あ、シリアス、シリアス。めっちゃシリアスに逆じゃない。行くから、うん。うん。唐突にその口裂け女と、うん。で、うわーってなるんだけど、うん、そう、うわーってなるけど、なんか、ここ、千鳥さん好みの部分かもしれんけど、なんか村の人が、なんか隠してる、はい。なんか知ってるっぽい。あ、口裂け女がいかなるものかを。そう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 。で、まあいろいろあって村の守り神みたいなのがいることが分かるのね、うんうんうん、なんかノリート様っていう、それがノリート山のにある神社に祀られてて、うんうん、でノリート様には裏の顔があって、これ意味が分からないんだけど、うん、島がなんか意味言葉に満ちる時っていう、意味言葉に満ちる時、ノリート様は口裂け様になって、うん、島中を口裂けのたたりで覆い尽くすっていう言い伝えがある。でその山の中には口裂け様の石像がむっちゃ黒いやつがある。へ、うん、こういうのでも好きでしょう。村の好きですね。あ、じゃあ口裂け女信仰がある孤島みたいなところの話なのか。そう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 、口裂け女信仰
仰、口裂け信仰なのかな。あ、でもその何かの信仰があって、それを破ると口裂けのたたりになるよっていう何かがある。あ、うん、じゃあなんかその根幹の教えの部分はちょっとまだ分かんない、分かってないし、あと一応友達もいるので、ね、中に中学時代の同級生とかと再会をするんだけど、うんうんうん、なんかね中学時代の同級生もその信仰というかその村の因習みたいによく分かってない、一緒になってびっくりしたりしてるから、うん、だから子供たちには知らされてない何かがあるのかみたいな。なるほど、うん、でもそのうちの一人がなんかたたられたのか知らないけど口裂け状態になったりとか、なんかすごい、まだすごい謎が多い。そっか、まだ一巻だもんね、うん、じゃあ一旦友達たちは味方なんだ。一応味方だと思う今のとこ。とはいえ給食の時はこう、うん、なんか服をモズを持って被る儀式をやってるのかな。その描写が、友達がそれやってる描写ないから分からんけど、やってるんだろうな。一応やってるんだろうな。あとそうだ、みんなマスクしてるわ。みんなマスクしてるから、うん、その友達が口裂けか分かんない。サバに立たられて。口裂けてるか分かんないのか。分からんわ。うん。あ、でもそれ言うとあれだ。妹さんもずっとマスクしてるわ。うん、で表紙のオナゴの人、妹さんで。オナゴ。オナゴ。なんで急にオナゴとか言うの。村の村人の村人ポジションだった。そう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 、飲酒系をすごく楽しもうと思って。表紙の子はね、これ妹じゃなくて、多分友達のうち唯一。あ、そう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 。本当だ、メガネしてる。友達の中でもなんとなく重要人物っぽいよね。ぽいね。うん、最初の犠牲者的ポジションなのかな。あ、でも妹をずっとマスクしてんな。確かに。だってもう隔離されてるもんね。うん、油断ならんな、これは。まあ、という。いや、謎がいっぱいありそう。うん。続きが気になるわ。なんか、不死と罰に比べたら、これ気のせいか分からんけど、なんか、ちょっと絵のタッチが違う気がするんだけどな。もしかしたらなんか、コンセプトに合わせて変えてるのかな？かな。まあ、でも、同じく、グロい話であることは変わりないので、グロいし謎が謎を呼ぶ話だし、おそらくはこの樹くんたちがこう謎を解き明かしながら村の中でサバイブしていく、うんうん、どう脱出するのかみたいなことになっていくのかな。わからんな、その辺いい具合に裏切ってくれたらいいけど。なんだろう、小中学生の時にドキドキしたホラーゲーム感があってめっちゃいい。全然怖さ的にはこういうやつの100分の1なんだけど、小学校の時読んでめっちゃ怖かったのが、ゲームブックってやつで、セリフを選んでそこの番号のページに行くとその続きが読めるみたいな。あったあった、何ページへってやつだ。そうそうそう、うん、あれさ本当に怖いやつ怖かったんだけど、あれを思い出すな、うん、これ。あ、なんか夏休みじゃないか、夏っていう舞台設定も多いもんね、そういうのね、うんうん、そうそう。でこのちょっとゲームブックっぽい絵柄なんだよな、この。あ、そうそう、なんかね、そうなんだよ。フシとバツに比べたらね、ちょっと子供向けっぽい絵柄になってる気がする。フシとバツはね、もうちょっとリアルより、フシとバツを読んでるとすごく子供っぽい。そっか、うんでも怖いページはめちゃくちゃ怖いから、なんかこのギャップがすごいかも。ゲームブックっぽいワクワクがあるけどリアルにグロいみたいな。グロい、めっちゃ好きな感じが。あれ石像見てよ、石像、口裂け様の石像。あ、これ一巻で登場しますか、石像。するする。すでにさ、さっきのさ、店長が言ってた唐突に会うあの口先女がめっちゃ怖いもん。想像の5倍怖かったわ。石像それ超えてくるからちょっと見て。え、
そうなの、石像のくせに、うん、そう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 、そうなんだ。ちょっと後でゆっくりと見てほしい。あ、これはこれは勝てんわっていう。最初石像じゃない石像あの実は石像だったって展開になるんだけど、最初は石像じゃない。あ、そういうことね。そう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 、いきなりラスボス出てきたみたいな。へえ、そう、それはちょっと楽しみにそのコマまでたどり着くようにします、うん、はい、ぜひぜひ。いや、まあ、これなんかいいな、うん、月刊だからね、多分そんなに年にね 2,3 冊しか出ない、2冊ぐらいしか出ないと思うけど、うんうん、まあね、続きが楽しみな漫画は何本あってもいいですからね。いやー、ほんとそうよ、うん、次出て、あ、今日あれが出るみたいな気持ちは本当に宝物ですわ。はい、これまた完結したらまたやりましょう、うん、いつになるか分かんないですけど、そうしましょう、はい、そうですね、はい、うん、そういうわけで、じゃあ次スペシャルやりますか、本能のマラソン。そうですね、今日はちょっと給水所トークということで、はい、うん、今後の流れと、はい、おすすめ漫画などを語って過ごしましたが、はい、本当に言いたいのは、あの、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。本当本当本当そこです。ありがとうございます。はい、うん、じゃあこれからも何卒、これからもまあ今のね、あの、変に再生数とかを意識してなんか急に心霊スポットに突したりとか、そういうおかしなことにはならおかしなことにはならないように、いやいや、はい、それは別のどっか違うチャンネルでやって、このあ、そうですか、このラジオ、はい、ラジオだから、これは、あ、そうか、ラジオなので、はい、はい、今まで通りの感じで淡々と、はい、はい、できるだけ長くやっていきますので、はい、はい、よろしくお願いします。ということで今日はね、本能のマラソン乱気流ゾーンに突入する前の意気込み、説明と意気込みでした。はい、はい、でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。